よう、ゼルドリス。裏切りの滞在人が敵地へのこのこと。いい度胸だな。しかも不浄の女神を伴い戻ってこようとは。わしは反対したんじゃ。こんな女は一刻も早く始末するべきだと。いい加減にしろ、チャンドラ。単純な要件さ。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。だから、なんでそう俺だけのけものにするかな。この世にたった三人の兄弟だろ。ぶっちゃけ魔人王の椅子なんぞに興味はねえが、お前らが奪い合うなら、俺も混ぜてくれよ。生きていたか、エスタロスさん。あの人はメリオダスを一度殺した。でも不思議だわ。その前に一度どこかで会ったことがあるような。兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。どうして私の名前を。あなたと会うのはこれが初めてよ。さあな、俺にもよくわからねえな。あ、やっぱり気が変わった。俺は魔人王のイストリゲームから降りるわ。その代わりエリザベスを俺にくれよ。こりゃ都合がいい。今さら兄弟喧嘩をしに来たわけじゃねえが、二つだけはっきりさせておく。魔人王には俺がなる。エリザベスは誰にも渡さねえ。ふぬけの分際で欲張ってんじゃねえぞ。今さら貴様などに俺の野望を邪魔されてたまるか。ゼルドリス様、動くな。俺たち兄弟の問題だ。引っ込んでろ。お、の、め、バカな。魔人王の魔力をもってすら、ビクトも体を動かせんだと。父上の言う通り、メリオダスは本当に。面白いよ、メリオダス。こないだとはまるで別人。メリオダス、もうやめて。これ以上続けたら。あんたは確かにあのメリオダスだ。次期魔人王と噂され、四大天使すら恐れた俺の憧れの兄貴だよ。ふぬけ呼ばわりしたことは謝る。とはいえ、まだ諦めやしねえがな。ふざけるな。兄者が認めても俺は認めんぞ。断じて認め。メリオダス、貴様が魔人王の力を求める理由は所詮、その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。そうさ、そのためにお前が親父から借り受けた魔力を奪いに来たんだ。だが今ので分かった。正直当てが外れたぜ。借り物の魔力を奪ったところで呪いを解く力はねえ。黙れ黙れ。魔人王になるのはこの俺だ。ふう、抜け目ねえな。ゼルドリス、お前が魔人王にこだわる理由は分かってる。黙れ。いいだろう、貴様に協力してやる。